で、今回、雨が降る、雪が降るとかのね、降るという言葉のオノマトペを今日は紹介します。はい。では、行きましょう。今日は、降るという、オノマトペです。一 つ目。今日四つだけね、行います。一つ目。ザーザー。読んでください。ザーザやーやー。ザ、ズ、ザーザー。やーや難しいですね。ジャーではないんですよ。どっちかというと、この歯と歯の前歯で音を出します。ザー、ザザー、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 ザー。下は、ザザ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 ザ
ザザーザーー。うん。ザー。ザーザーではないです。ザーザー。ズ。ザーザザー。うん。ザーーザー。ザーザー。ザーザー。ザー。ちょっと難しいですね。ザーザー。今ちょっと口元見てます。ザーザー。これは、ザーザー降るっていう表現の仕方なんですけど、どれぐらい降っているかというと、音を立てて激しく降る雨の様子を表す。ちょっと待ってくださいね。ちょっと痰が絡んでるんです。こう、なんか咳が。すいません。ザーザー降るっていうのは、ベトナムでも何度か体験したことがあります。雨が強くて、もう前が見えないほど、ザーッと降っている。ありますよね。ザーザー降る。音を立てて激しく降る様子です。読んでみましょう。ザーザー。ザーザ音を立てて激しく降る雨の様子を表す。ー。立てて。音を立てて。激しく降る激しく降る雨の様子様子をを。表す。はい、様激子。しい雨と言います。様子。様子。様子。まあ、使い様方子。としては、ザーザー降る。じゃあ、じゃあ、する。とか、これはね、ちょっとカジュアルな言い方をすると、ザザブリと言います。あ、今日ザザブリじゃないとか言って、ちょっとカジュアルな感じ。ザザブリ。あ、今日ザザブリやだぶとか。り、ややぶりそう、ザだ。ザブリって言うともうすっごい降ってる。もう外に出たくない。あ、ザザブリ。傘さしても濡れそうなぐらい降ってる時です。次。しとしと。しとしと。人しと、なんかちょっ人と、しと。なんていうか、ロマンチックな感じですけど、雨音、雨の音が聞こえず、静かに降り続いてます。ずっと降り続く雨の様子です。雨の音そんなに聞こえません。ザーもないし、ポタポタポタもないくて、シトシトシトってこうずっと降ってるんだけれども、静かにずっと降っている。シトシト。読んでみましょう。シトシト。しとしと。しとしと。雨音が聞こえず、静かに降り続く雨の様子。雨音が聞こえず、静かに降り続く雨の様子。これ、雨音と書いて、あ、雨音ま、と音か。と読みます。雨音。これね、雨を雨と読むときって結構あります。例えば、雨風。あ、言わないな。雨風だな。雨足。今、普通に使うときどんなのがいいかな。雨雲。雨の雲と書いて、雨雲と読みます。雨雲。そう、雨、なんかありますよね。雨が降りそうな雲。なんか、灰色で黒っぽくて、ね。ああ、そっか、雨が降りそうだっていうとき。そういうふうに、雨を雨と呼ぶ言葉もあります。例文読みます。朝からしとしと降ってる。降っている。朝からしとしと降っている。読んでください。朝からしとしと降ってる。はい。次です。パラパラ。パラパパラ。ラパラ。はい。これは、ここ、ちょっと、意味読みますね。曇り空から。雨が降り始め、まだ
これなんて読むかわかりますか？小さい雨。あ、小小雨さとめ。読みます。まだ小雨の状態を表す表現。さっきまで雨雲が出て曇り空でした。そして雨が降り始めました。パラ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 、降り始パラめパラました。パラ。って時にパラパラと使います。読みます。パラパラ。パラパラ。曇り空から雨が降り始め、まだ小雨の状態を表す表現。パラパラ、曇り、曇り空かぞ、ら、これはね、曇り曇り空と空、読みます。空。ここはね、ちょっと待って。空、点々つけてください。曇り空。曇り空から雨が降り始め、まだ小雨の状態を表す表現。はい、例文読みます。パラパラ来たら、急いで帰った方が良さそうだね。パラパラ来たら、急ぎで帰った方が良さそうだね。良さそうだ良ね。さそう。良さそう、良さ文そう。節としてはこうですね。良さそうだね。良さそうだね。帰った方がいいよね。帰った方がいいだろうねっていう感じ。最後です。ポツポツ。これはね、パラパラとは違うんですけれども、雨が降り始めたことを、肌、手とかね、頭とか、肌に落ちる雨粒で感じた時の表現。なんかよくありますよね。見た目でパラパラって降るっていうのと、ポツ、あ、なんかポツっと来た。ポツ、ポツ、ポツ、ポツっていうような。ポツポツ降ってきたよっていうのは、ちょっと肌で感じる。ちょっと顔についたりとか。そういう時に、ポツポツという言葉を使います。読んでみます。ポツポツ。ぼつぼつ。雨が降り雨が。始めたことを、肌に落ちる、これはここもです。雨粒で。で、感じた時の表現。読んでください。ぼつぼつ。ほ、ほ、雨ほ、ほ。が降り。ぼつぼつだとね、ぼつぼつ。あまりぼつぼつ言わないな。ぼつぼつ。なんか、ニキビができたみたいな時かな、ぼつぼつ。あまり言わないか。ぽつぽつ、ちょっと軽く。ぽつぽつです。ぽつぽつ。ぼつぼつ。言ぼつぼつ。はい。いご方めんがすなさい。ごく可愛らしかったです。ぽつぽつ。ぽつぽつ。はい。ぽつぽつ。はい、雨が。雨が降り始めたことを、肌に落ちる雨粒で感じた時の表現。はい。例文読みます。あ、ポツポツ降ってきた。あ、ぼつぼつ降ってきた。とか、雨降ってきた？まだポ雨ツ降っポてツきってた？感じだけどね。まだぼつぼつってる感じだけどね。っていうけどふうにね。返事をします。雨降ってる？って聞かれて、まだポツポツって感じだけどね。で、まだちょっと降り始めだけどねっていう時に使います。ポツポぼツってつっ感じてだるけど感じね。だけどね。まだぼつぼつ感じてるだけどね。この間、ベトナム、ハノムが雨降ってるばかりです。今どん週、な雨来です週、か？先週から。どんな雨ですか？バラバラも、バラバラも、しとしとも、今日が、ぼちぼち、ぼポちツポぼツ？ち、はい、ぼちぼち。ポツポツ？ そうです。いろんな雨が降るん雨でのすことはね。勉強してる。あとぼちぼね、ち。雨の表現としては、豪雨。ごう。強さとしては一番強いですね。豪雨というと、もう傘さして、外に出ても、必ずびしょびしょになるぐらい、濡れる雨。もうすごい雨。ザーザーよりももっとすごい雨を豪雨と言います。ごう。豪雨。台風の時？台風の時は、よくニュースで、こういう台風がこう来ています。豪雨ですっていうふうに、台風の時によく聞く言葉でもあります。とか、
ザーザー降るの、まあ、この豪雨とザーザー降るの間に、土砂降りという言葉もあります。どしゃぶり。土砂降り、ブ、土砂降り。ぶ、どしゃぶり、どしゃぶり、土砂降り。どしゃぶ段り。階としては、豪雨が一番強い。土砂降りが2番目。ザーザーが3番目っていうような強さですけど、土砂降りっていうのも、どちらかというと、口語です。話し言葉です。なので、豪雨という表現はニュースでも見ますね。で、土砂降りっていうと、こういうお話の中で、昨日雨すごくてさ、土砂降りだったんだよって言うと、もう、すっごい、ブワッって降ってる雨。ベトナムで、私何度か土砂降りの雨を経験しました。雨が降りすぎて、道路が冠水、水たまりになっていまし水たた。まに、はい。ね、あれはよくありますか？雨の日。まだですね、はい、この間まだ。が、ザーザーぐらい。先週はザーザーぐらいでしたから、水ザはー溜まっザていませー、んか？そうです、ザーザーぐらいが。1分ぐらい、朝での、もあと皆が、さんバイ少クしなと。ので、びしょびしょに濡れませんか？バイク、カッパ着てますけど、顔びしょびしょじゃないですか？